さん、ハイサーイ。ハイサーイですね。この挨拶ということは、のりさん、どこの挨拶か分かりますかね。沖縄ですよ、もう大好きですよ、沖縄。私も大好きです、実はですね、本日のゲストは、沖縄出身の方なんですよ。なのでちょっとこの挨拶で始めさせていただきました、はい、ということですね。今年デビューした最注目の女優さんに本日はお越しいただきました、はい、では早速ご紹介したいと思います。ゆずりはかれんさんです。はい、たーい、ゆずりはかれんです。よろしくお願いします。やっぱ違うね、ね、本場のハイサイはなんかね、優しい感じ、なんかこう、そう、神さん知ってました？沖縄だと男の人はハイサイでいいんですけど、女の人は実はハイタイって。タなんですか？そう、ハイタイなんです。ハイタイなんですよ、男の人と女の人でたまに違う時があります。挨拶に限らず。まず学生時代はカレンさんは何をされてましたか？小学校から高校まで三線をやってました。はあ、沖縄のね。沖縄のやつだ。はい、沖縄の。なんかあのこの業界に入ってもなんか披露したことってあるんですか？あ、デビュー作で。新しい。弾けるんだ。させていただきました。ちょっとまあせっかくなんでちょこの場でちょっとエアー三線出てきたりします、ね。エアーですか？エアーで。全然わかんない、全然わかんない。かわいい。いや、だってデビュー作を見ないけど。そうだね、そういうことなんだ、結局ね。そういうことだね。今やってくれてましたからね。優しい。いや、もうでも、はい、こんだけね、お綺麗なので、もうね、クラスの中ではヒロインだったと思うんですけど。そうでしょう。どうでしたかね、カレンさん。いやー、多分、ちょっとモテてた。やっぱりさ、ちょっとじゃないよね。ちなみに同級生とお付き合いはされてましたか？同級生とは付き合ったことがなくて。ちょっと待って、来た来た。これは同級生とは付き合ったことがないってことは、これ全員あのちょっとお断り。あと年上が好きで求められていたけど振っちゃった。はい、あの LINE とかで告白とかはよくあったんですけど、ちょっとお断り。断るんだ。ちなみに結構な人数からやっぱ来たんですか、 LINE は。あー、多い時で1週間に7人ぐらい。待って、エブリデイじゃん。すごいね。毎日、だから毎日告られてたみたいなもんでしょ。素晴らしい。何それ、いい高校生活。なんかそのどんな告白来ました？ちなみに文面というか。 LINE だとやっぱり好きだよとか、と付き合ってほしいとか、あとちょっと印象深かったのが、あの付き合ってくれないとあの電信柱に頭ぶつけて死ぬ。すごい、死因まで決めて、しかもそんなかなか死れないよね。なかなか死ねないよねって、そのツッコミも違うと思うけど、その、だからそういう冗談っぽいこと言って、あ、面白い人っていう感じで狙ってるっていうね。でもカレンちゃん的にはやっぱ引いちゃいました、そんな部分。いや、やっぱり、何言ってるんだろうな。まあでもそうだよね。そうなるわ。だからその年上の魅力ってのはどういうとこにあるんですか、逆に。年上の魅力って、やっぱり暴力があって、なんか大人の男性みたいな感じで。何歳上ぐらいですか、ちなみに一番の。一番の、未来は。一番好きな年齢の層は30代、40代。いい一緒ぐらいかもしれない。あ、本当ですか？そうなの？じゃあバチバチに。バチバチに。参ったな。あれ？ここに一人40代いるけど参ったもんだ。ちなみに誰とお付き合いされました？このこれこれ言っていい？何ですか？学校の先生。来た、先輩じゃない。おい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 、ここかよ。先生言っちゃったよ。学校の先生。ちなみに、はい、どんな何の先生でした？あ、なんか教科とか。ちょっと教科ははっきり言えないんですけど、理科の。言っちゃったよ、言っちゃったよ。どういうこと？いや、なんかいろいろある。生物とか科学とかね。ジャンルでなんかざっくり理科。それ先生から来るんですか？いや、私から猛烈に結構過激なアプローチ。ちなみにその過激っていうのは、過激、あれですね、膝の上にさ、あらららら、ら先生何か当たってるよ。先生こうなっちゃったんじゃない？いや本当だよ、何か当たってるよ、何か当たってるよって。え、それもいや、あの違うんですよ、刺繍、当たってるよって。思春期で、やっぱエロ
ロ書きだったんで、うん、あそうなん本で見たりとか、うん、とかで見た感じで、はい、で先生がだから作業、まあ、その理科室とかで作業するときに先生まだそんな勉強してんのみたいな感じで来るわけでしょ。それで何を勉強わかんないなんて言いながら膝の上に乗って、あれ先生なんかビーカーが当たってるみたいな。ビーカーはちょっと硬いです、ね、硬すぎ。なんでもいいんですよ。なるほどね。先生のアルコールランプに火をつけやがってみたいな、そういうことだ。そこから、アプローチした結果、まあ、お付き合いできたっていう感じ。お付き合いできたというか、一緒にいたっていうか。ってことは、もうすごい聞いちゃいましょうよ。いいですか、先生。はい、どうぞ。先生とピーしちゃいましたか。しました。あやった、いいね、もう最高ですよ。在学中にですよね。在学中です。とんでもね。先生が初体験ですか。先生が初体験。あーエロいね。すごい先生、ずるいね。すごいね。理科の先生だけど ABC 的なものを教えてくれたわけですもんね。あ、ABC 教えてもらいました。あ、教えてくれたんだ。これはすごい。それ先生は変態でしたか。先生、あ、ちょっと変態かな。どういうところ。どういうところ、外でちょこちょこ。ちょっとじゃないね。外で。あと屋上とか。え、それ学校の屋上。いや、それはリスクを犯しちゃうので、先生もクビになっちゃうし、そうだな、あと私も退学になっちゃうので、うんうん、それはしてないんですけど。どこの屋上ですか。先生の家の屋上。それもね、間違いないね。家なんか開放的な。夜風を。夜風なんだ。夜風を浴びて、はい。夜、え、ちなみにタイは。タイはやっぱり立ち。あ、いいですね。そうか。いいですね。すごいな、先生もすごいね。ね。先生と夫婦じゃないですよ。何夫婦なんて。あとは先生の出身の学校、大学で。どういうシチュエーションで、その先生の出身の大学に行くかみたいな。ドライブ行ってここで学んだんだよっていう。それで何、僕はここで生も学んだ。分かんないよ。と語りつつ、いや分かんない、かっこいいなってってなっちゃって、あ、車で。ちなみに車の時のタイプ。車の時は生です。あ、なるほど。いや、かみちゃんはすぐタイにこだわるけどさ。いや大事よ大事よ。俺からすれば先生が学んだ母校に行って、うん、ここで学んだんだで行く過程が分かんない。いや確かに分かんない、うん、シナリオで。シナリオはないよ。俺か、ね、こう学んだんだよ。生を学んだ。だから先生からするとあれでしょ、そのなんか自分が知らない先生の話を聞いたもんだから、そういうキュンとしちゃって嫉妬するみたいなのもあったりとか。私しか知らないというか。いやー、めちゃくちゃだな。だってまだその時 10代ですもんね。10代、そりゃね、初恋ですもん。初恋というかね、初めての彼氏、元気ですね。いやー、なんで外ででもしちゃうんですか、そんな。あ、外、沖縄結構平均気温が高くて、うんうん、あ、まあ、そういう問題。平均気温が高いから外でしちゃうっていう解決。これでついつい外で、外が夜が気持ちいいみたい。ちょうど風が、海風があって涼しいんですよ。あ、まあ、そうやって聞くとなんかちょっとロマンチックな感じもしてきますけど。あと周りだとサトウキビ畑とか、うん、映画のワンシーンみたいな。ジュンさんの森を思い出しちゃった今。パッて、すごくない？日本にもあったね、そういう声が。いらっしゃるんですね。ざわわざわわが聞こえてくるよね。トライファンブラックホールストロークカップ。学生でホテル代がないから、うんうん、ちょっと人があまり少ないところ、うんうん、畑行っちゃうんだ。そこは先生が出してくれるわけじゃないのね。ないんだ。でも私はやってないんですよ、周りが。周りがね。周りが、あ、そうか。私はサトウキビ畑だと隠れられるのはいいなって思うんですけど、うんうん、やっぱ蚊が多いから。ああ、急に現実的に、ね、蚊が多いから刺されたくないな。うん、だってね、まあ、ね、どんなとこ刺されたらいいですもん。いや、嫌ですよ。確かに。かゆかゆって言って。え、ちなみにその先生以外とそういった関係というか、はい、あったんですか。あ、でも先生と付き合ってる間は浮気とかしてないですね。どのぐらいの期間付き合われたんですか。あ、でも高校卒業するぐらい。あ、ってことは3年間
2年、1年半ぐらい。結構1年半ぐらい付き合った。むしろ高校卒業したら別れちゃったんですね。あ、確かに。そうですね。原因は何ですか、原因は。いや、原因は特にないんですけど。あ、もう消滅みたいな。卒業、もうまさに卒業ですね。卒業。あ、先生からも卒業して。あ、いやいやいや。豊かよ。卒業証書をもらったのは先生だからね。ちなみに先生とはもうグッバイしたと、はい、ってことは高校を卒業したら何かありました、新しい恋とか。高校を卒業した恋というか、うん、もうそこで性欲が爆発。性欲爆発、あの先生からいろいろ教えてもらったので。先生エロいな、本当。あのちょっと爆発、何やってんだよ。理科以外にもう教えすぎちゃったんですね。そうですね、あの課外授業で。課外授業ね、教えてもらいました。うまいこと言ってなくていいんですよ。え、それ何を教えてもらいました。あ、高校卒業して、はい、あのアルバイト始めて、はい、そのバイト先の方と、うん、あの方というか、はい、方々と複数人来た。あのスタンプラリーっていうんですか。待って、ここだけ聞いちゃったよ。あのバイトの店員さんを全員詳しくは後半で。ちょっと気になるわ。